皆さんこんにちは、今日はですね12月の14日土曜日です。天気はね、ご覧の通り、雲ほとんどないですね。すごく天気が今日はいいです。今日はね、今ちょうど時間が11時半過ぎたんですけどもね、せっかく休みだったんですけど、明日ですね、ちょっとツーリングを予定しているんで、今日はね、ちょっと出かけるのをやめました。それでこれからちょうどお昼ということもありますのでね、先日ねツーリングでご一緒した、イタリア小皿料理ボーノさんの方へね、ちょっとお昼をね食べに行きたいと思います。本当にね今日は暖かくて気持ちがいいです。下ねちょっと冬用のジーパンで今日来たんですけどね、暖かいです。それでねもちろん私自身スパゲッティ大好きでですね、もう毎日スパゲッティでもいいぐらい好きなんですけどね、ですので、まあ、ボーノさんのお店に行ってスパゲッティご馳走になろうと思ってるんですけど、それ以外にもねボーノさんなんかグリップヒーター、これを明後日か月曜日ね取り付けるっていうことはおっしゃられてたんですけども、まあ、ちょっとその辺のねお話もね、お店でできれば、まあ、忙しくてちょっとお仕事の邪魔になっちゃうとねいけないんで、ちょっと様子を見てお話しようと思ってますけど、そんな話もねしたいと思ってます。まあ、ボーノさんのお店は、川口にあるんですけどね、ちょうど川口のそごうの真裏側って言えばいいですかね、ちょっと私の住んでいる所沢からはですね、同じ埼玉県なんですけど結構ねそれでも離れてるんですよね。この間ボーノさんのお店で待ち合わせしましたけど、なんだかんだ、まあ、渋滞もあったんですけどね、朝の、1時間近くかかったと思います。ですので今日はどれぐらいでちょっと着くか分かりませんけど、まあ、特にねこのあと予定もありませんから、ゆっくりのんびりね、安全運転で向かいたいと思います。はい、川越街道までやってきました。ここね国道254号線ですけどね、よく使います。ここがね結構混むんですよね。まあこれでこのまままっすぐ行ってですね、オリンピック道路、ここまでねまっすぐ行きたいと思います。はい、今正面にね見えてるところが、笹目通り、まあ、オリンピック道路、まあ、いろんな言い方するんですけどね、これをね左の方に曲がっていくんですけども、私はねいつもここ左折するときは、まあ、朝はねもっと渋滞してるんですけど、この1本手前、トラック出てきちゃったな、ここですね、ここをね曲がっていきます。こういうとこね気をつけないと。すごいねイチョウが、葉っぱがそのまんまだ。これ風来たらみんなあちこち行っちゃうね。はい、こちらがねオリンピック道路、笹目通りって言います。ここをね左に曲がっていきます。これちょうど17号と合流するところなんですけどね、所沢から川口行くときはどうしてもちょっと荒川をね越えていかなきゃいけないんですよね。ですんでちょっとこんな形のルートになります。はい、ここはね笹目橋になります。ここはねちょうど荒川になりますんで、この笹目橋で荒川を越えていくということになります。
で川口行く場合はね、もうこの荒川を渡ったらすぐ右ですね、すぐ右の方へ行きます。それでこの交差点をですね、川口戸田公園方面、富士見歩道橋って書いてあるな、県道68号線ですね、川口まであと3キロって標識が出てきたんで、まあお店までは陸橋を渡ること考えても、まあ4キロぐらいですかね、もう近くです。やっぱりね、信号が多いんで、たった3キロといってもね、この3キロなかなかすぐには行かないですよね。まあ100キロで走ってればたったの3分なんですけどね。ここがね、川口の駅のところですね。ちょうど JR の今真上にいます。川口陸橋を降りてきて、駅前の通りを越えてですね、ここですね、この一方通行のところを入っていきます。はい、もうじき到着します。はい、見えてきましたね、ボーノさん。ポルチーニ食べてみようかな。では帰ります。すいません、ごちそうさまでした。ありがとうございました。失礼します。はい、ただいまですね、ボーノさんのところでですね、スパゲッティをいただいてきました。すごくね、やはりまたいろいろお話をしちゃって長居をしてしまいました。すいませんでした。またね、デュークの、スーさんも来られてですね、一緒にね、ちょっとお話をいろいろさせていただきました。西日でよく見えない。なんかね、道の方は土手沿いの道があるみたいなんですけどね、ちょっとね、私にはわからないんで、このままね、来た道をね、また戻りたいと思います。それでボーノさんのところではですね、ポルチーニを食べてきました。キノコのホワイトソースですね、のスパゲティを食べたということです。すごくね、美味しかったです。あのね、写真も撮らずにね、すぐ食べちゃいました。お腹空いてたんで。それでお店の方にはね、同じく YouTube のブロガーさんの、790デュークのスーさんがね、たまたま来られてですね、まあいろいろお話をしたんですけど、ワークマンのね、あの裏地が、銀色になっている、アルミがついてるって言えばいいですかね、そういうね、シャツっていうんですかね、着てて非常にあったかいよっていうのを教えてもらいました。実はあの前回ボーノさんとかとツーリング行った時もね、皆さんなんかそれ着ててあったかいあったかい言ってるんで、私もねちょっと欲しくなっちゃったんで、後でちょっと見に行こうと思ってます。今ね、笹目橋を渡ってます。ここをね、また右の方に曲がってってですね、八原方面、に向かって254で自宅の方に戻りたいと思います。はい、ワークマンに着きましたんでね、先ほどちょっと噂のちょっとシャツをね見てみたいと思います。スーさんが着てた
色違い買っちゃいました。明日ね、早速着てみたいと思います。どれぐらい暖かいのかな。はい、この後はね、まあ明日もこの中華モンキーで出かけるんですけどもね、ですね、ガソリンをね、ちょっと満タンにして自宅の方に帰りたいと思います。というわけで、今日はね、イタリア小皿料理ボーノさんのお店にね、スパゲッティを食べに行ってきました。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではこの辺で失礼します。バイバーイ。